じゃあせめて皆さんこんにちは、ジャスタウェイです。競馬予想動画、今日は第2弾ということでですね、前の方にね、阪神、明日ですね、土曜日阪神競馬場で行われる阪神牝馬ステークスの動画を上げたんですけども、今回の動画は今度は中山競馬場で行われるニュージーランドトロフィー G2 のね、競馬予想動画でございます。はい、またですね、こちらの予想を、はい、立ててみました。はい、そうですね、結構成績とかね、いろいろ見てるんですけども、なんかちょっとニュージーランドトロフィーはなんかちょっと意外に難しいかなと思って、もう見た感じもこれしかないかなって思って、はい、もうすいません、勝手なもういい加減な予想ばっかりしかしてないかもしれないですけども、こんな予想になってしまいました。はい、4月12日ですね、第32回ニュージーランドトロフィー G2 レースですね、中山、11レース、こちら 1600m ですね。はい、僕は14番カナダレジェンドから行きます。はい、この馬はですね、前走ファルコンステークスは敗れてしまったんですけども、KO 杯2歳ステークスですね、まあ2歳の時ですけども、1着と G2 レースを1着取ったということで、ただもうそれだけで、はい、一応ね、馬はまあもちろん若いんですけども、まあその時に取ったということで、まあ成績が、実績があるかなということで、はい、ちょっと考えてみました。あとは5番アルマエルナトですかね。はい、まあファルコンステークス3着ということで、はい、あとは4番、これはもう僕の勘ですね、もうイダスっていう、はい、ごめんなさい、イタズになってます、ん、あ、いいですね、すいません、イダスですね。はい、こちら4番イダスから行ってみたいと思います。で、まあ三角に湘南兄弟と湘南アチーブと湘南わだちで、はい、勝負してみたいと思います。まあどっちが強いかって言ったら、そうですね、湘南チームの方がフューチュリティステークス2着ということでですね、まあファルコンもわだちよりかは そうですね、失礼しました、ファルコンは違うレースか、これ前走は違うレースですけどもね、はい、フューチュリティで言うとアチーブの方がわだちより勝ってるということで、まあまあ両方とも三角にしてみました。まあで勝負は一応ワイドで、はい、やってみたいと思います。はい、まあ全然ワイドで勝負してもね、儲からないんですけども、まあ一応僕の考えではもう儲けることよりも当てることに今集中してますんでね、一応こんな感じでやってみました。はい、そうですね、まあもうすいません、もうここのニュージーランドトロフィーはですね、ちょっとね今もう前走の成績とかですね、もうそういうなんか見てですね、ただ上げてるだけなんで、やっぱりね、競馬のね、予想紙とかもね、ちゃんと見てあげればいいんですけども、なかなか今日金曜日なので、はい、ちょっとなかなか情報ない状態で上げてますけども、一応僕はこういう形で行ってみたいと思います。ですね、阪神牝馬ステークスの予想の時も上げたんですけども、日曜日ですね、今度は桜花賞があります。はい、若き乙女たちを、はい、今年の三冠牝馬は達成出るのか、はい、ハープスターが今やっぱりね押されてますけども、はい、僕もハープスターから行きたいとは思うんですけども、ちょっとまた別なことも考えてあげてみたいとは思いますけども、はい、もしよかったらそちらの方もご視聴いただければと思います。はい、それでは以上、ジャスタウェイ競馬予想動画ニュージーランドトロフィー編でした。あ、ジャスウェイ早く髪切りたいんですけどね、ちょっとはい、当てたら髪切ってこようかなと思います。はい、それでは以上、ご視聴ありがとうございました。ジャスタウェイでした。